ロブゲンは、韓国の政治家、第16代大統領、弁護士出身、本願は、公衆羅師、妻の県領宿との間に一男一女歴代韓国大統領で、初の日本統治時代を経験していない世代の大統領である。大統領退任後の2009年、投真自殺による死を遂げた。アメリカ統治時代の1946年9月1日に、 京昇南道近海軍神英雄放火村の貧しい農家である父、露伴石、母、李淳霊の三男児女の末っ子に生まれる。母親は身ごもっている最中に腹夢を見たという、6歳ですでに戦時門をそらんじた振動であった。テチャン小学校の学籍簿には、小脳で生活は下流と記されたが、小学校では生徒会長を務め、 中学校では成績トップを争うほどだった。しかし、貧困により一年の休学を余儀なくされている。苦しい家計を思い、一度は高校進学を諦めるが、長兄の竹主元の強い説得と助力もあり、1963年に名門の不山商業高校に進学。警備員のバイトをして、日銭を稼いだ。当時商業学校からの花形コースであった。 銀行マンを志し、司法試験への挑戦を決意する。ロブゲンは自書に、貧しさゆえに、高卒で社会に出たこと、就職に失敗して、独学で弁護士の道を志すようになったことは、ロブゲンの政治家人生における一種の希少価値となったと記している。当時、高卒では、司法試験を受ける資格が与えられなかったが、故郷に帰って、村外れのボロ屋に手を加えて、 魔玉堂と名付けて勉強の場とし、日雇い労働をしながら1966年11月に資格試験に、1971年に産休公務員の一次試験に合格。1968年から1971年の平役を挟んで勉強を続け、1975年に29歳で第17回司法試験に合格した後、路に他の道が開けた。 司法研修院で研修を終えた後、1977年、大立方法院判事に就任。1978年判事を辞めて弁護士事務所を開業。当初は、当期業務、不動産、租税関連の訴訟を専門とし、ヨットが趣味で、琵琶湖でのイベントに参加するなど、普山でも稼ぎのいいブルジョア弁護士の路弁として知られていた。しかし1981年に、 別の弁護士の代理として鎌林事件の弁護を引き受けて学生運動に関わったことが転機となり、徐々に政治、社会問題への関わりを深めて道弁に変貌した。1982年にはこの年に弁護士になったムンジェインがロブゲンの法律事務所に入所し、弁護士、ロブゲン、ムンジェイン合同法律事務所を開設。1982年の普山アメリカ文化院。 放火事件では、被告側弁護人を担当。1985年には、釜山民主市民協議会の常任委員長となり、本格的に、韓国の民主化運動に足を踏み入れた。1987年には、大統領直接選挙制を求める6月構想を、主導し、大有造船事件では逮捕と交流も経験している。ロブゲンは、後年、人権派弁護士への返信は、 覚悟や決意を要求されたものではないと語った。平凡な常識と良心、そして拷問されて真っ黒になった学生の足の爪を見ての、憤りと怒りであったと自書に記している。1988年に統一民主党の金、四サムに抜擢され、同年4月に行われた13代国会議員選挙に、富山市東区選挙区から出馬して当選し、政界入りした。 国会の労働委員会では、理解さんや李宗主と共に、労働委員、同年、第五共和国の不正調査特別委員会の委員となり、第五共和国庁門会における、全都間時代の不正追求の場面が、テレビ中継されたことがきっかけで、国民的スターになった。九百九十年に、民主党の金ヨンサム派が、露大具の民主正義党、金消筆の新民主共和党と、 合同し大与党、民主自由党を結成した。ロブゲンはこれを野合として合同への参加を拒み、他の議員と共に1990年6月に改めて結成された民主党に加わり野党に残った。ロブゲンは近代中率いる新民主連合党との野党統合運動を推進し、1991年9月に統合野党としての新民主党を発足させた。 その結果、恩師でもあった、金四、統合民主党候補として1995年の、富山市長選挙及び、翌1996年の15代、国会議員選挙に立候補したが、いずれも落選した。1998年の補選にて、ようやく国会議員に復帰した。2000年の16代国会議員選挙で、ソウル、小六ではなく、富山市の北、 厚生を知選挙区から出馬し、再度落選するが、勝てなくても立候補し続ける姿が一部の国民の共感を得て、2000年にインターネット上で、ロブゲンのオンライン、2000年8月、落選していたロブゲンは、近代中大統領によって、海洋水産部の長官に任命された。これは、湖南を地盤とする民主党が、民主党の支持が薄い峰南出身者を、 次期大統領候補として、偶しようとしたためと言われている。2002年大統領選挙に際し、新千年民主党の大統領候補の選出は、アメリカ合衆国の予備選挙制に似た国民参加選挙を通じて行われた。立候補登録を行ったのは、金重県、ロブ元、帝東英近近隊、李樹と沈み、藩和公の閣上任顧問と、 柳商魂全羅北道知事の7名だった。世論調査では、リヒト沈みが優勢とされ、また、半奈良党の大統領候補理解消による、中政権病の独占を防げるということで、リヒト沈みを税論と思われた。だが、リヒト沈みでは、理解消に勝てず、進歩主義陣営の票を取りこぼすと主張する意見もあり、それは、急速に、ロブ現代案論として浮上した。 全国で行われた予備選挙で、ロブゲンは、ウルサン、杭州と勝利を重ねた。ミネ・ミナミとコナンで勝利したことにより、民主党候補が、地域対立を超えて大統領に当選する期待を抱かせた。苦戦するリヒト・シズミは、ロブゲンの思想、財産、ロブゲンの岐阜の左翼歴に至るまで取り上げて批判した。だが大勢を覆すに至らず、ロブゲンは、勝利を重ねて、 露風を巻き起こした。そして4月27日に民主党の大統領候補に選出された。しかし金ヨンサムとの和解を演出した ys 腕時計事件は進歩、改革の騎手として支持者が描いていたロブゲンのイメージを傷つけた。また、金大中の側近や親族の逮捕は民主党の大統領候補であるロブゲンへの逆風となり、六月の統一地方選や八月の 五戦に惨敗した民主党では候補の交代やテームンとの候補一本化が取り沙汰されるようになった。このような事情からロブゲンはテームンとの候補一本化を模索した。調整の結果、二人はテレビ討論会を行い世論の支持を集めた側を統一候補として擁立することにした。テレビ討論会は11月22日に行われ、その後の世論調査で ロブゲンは四十46.8%、テームジュンは四十二二点パーセントの支持率となり、ロブゲンが統一候補に決定した。そして、大統領選挙戦は、事実上、ロブゲンとハンナラ党の候補より解消の一気打ちとなった。同年十一月十三日に、全国農民会総連盟所属の農民およそ五万五千人が、ソウル南寺島の観光市民公園において、米の輸入、 市場解放に反対する全国農民大会を行ったデモの最中の午後4時40分ごろ、3人の候補の一人だったロが演説途中で顔面に卵をぶつけられた。これ以前の6月に在韓米軍の兵士が女子中学生を交通事故死させる事件が発生していたが、11月20日、在韓米軍の軍事法廷は当事者のアメリカ兵に無罪の判決を下した。 これは、米韓行政協定のもとに行われたことだったが、民主活動家たちが運動を活発化させるきっかけを与えた。労働組合やサハ団体は、ソウルや各地の都市で繰り返し、キャンドルデモを促し、メディアもそれを報じて、反米機運を増幅した。アメリカは11月27日に、ハバード中間大使とラポート在韓米軍司令官が謝罪し、 さらに大統領のジョージ・ W ・ブッシュの謝罪声明を発表して事態の鎮静化を図ったがデモの主催者たちはこれを疑問としデモを続けた投票日を前に発生したこの事件は有権者の投票行動に少なくない影響を与えた2002年11月27日及び28日ロブゲンと、理解省、民主労働党の県営基地ほ他4名が 大統領選挙の候補に登録を行い、選挙戦が正式に開始した。ロブゲンは、近代中による対応政策の継承、行政主導、中政権に移転するといった政治改革や7%の経済成長を公約に掲げた。一方、比較的親米的な理解省は、近代中政権の路線を全面的に転換することを望み、対北、対米方針の違いが、 大統領選挙の主要な争点の一つとなった。投票日前日の12月18日、テーム順がロブゲンへの支持を撤回するというハプニングが起きた。大北朝鮮政策の違いや将来の大統領をめぐるロブゲンの発言など原因であると言われている。しかし土壇場での裏切りはかえってロブゲンへの同情を呼び起こし、またのサモによる ロブゲンへの投票の呼びかけがこう予して、ロブゲンは約57万秒差の僅差で理解賞を制し、第16代大統領の座を射止めた。なお、地方での得票率においては、ロブゲンは湖南地域でのきなみ90%以上を獲得する一方、手グ広域市の一部で20%を下回るなど一部地域間での差が県庁に現れた。就任2003年10月、 ジョージ・ W ・ブッシュと会談するロブゲン2003年2月、ロブゲンは相対的に高い国民の支持を得て大統領職に就任したが、与党の新千年民主党は国会では少数派だった。国会ではハンナラ党が過半数を占めており、選挙訴訟、人格攻撃、大統領としての適性を取り上げ、あるいは言葉尻を捉えてロブゲンを攻撃した。さらに、 与党の新千年民主党では、ロブゲンを中心とする主流派と、全田道を基盤とする近代中派との間で与党内構想が激化し、ついには主流派が離党し、ヨルリンウリ党を結成したことによって、新千年民主党は下野した。議会での基盤を大幅に損なったロブゲンは苦境に立たされた。与野党ともに大統領選挙における不正資金疑惑が浮上した。 経済運営も難航した。イラクに韓国軍を派遣したことが支持者離れを引き起こし、支持率は急落した。起死改正を図るべく、ロブゲンは国民投票による再信任を提案するが、各方面から批判を浴び撤回を容疑なくされた。ロブゲンは与野党代表と会合を行い、我々が昨年の大統領選挙で使った不法資金の規模が ハンナラ党の10分の1を超えれば、大統領職を退き、政界を引退すると述べたが、調査が進んで8分の1に迫ると、敵対的なメディアでの主観的な計算の問題として、その数字に異議を唱えた。イラク追加派兵問題をめぐり、外交通商部及び国防部の、韓米同盟派と、大統領府、国家安全保障会議を中心とした自主派が圧力を起こした。 2004年1月、ロブゲンは外交通商部幹部の出現と監督責任を理由にインナガヒロ外交通商部長官を公決し、公認に反気分を任命した。弾劾総選挙を控えた2004年3月9日、野党であるハンナラ党、新千年民主党は国民の理解を得られると踏んで大統領の弾劾訴追を発議した。3月12日、投票の結果、 大統領弾劾訴追案が可決され、一時的に大統領職務を停止された。これにより、当時国務総理だった後見が大統領職務代行を務めた。しかし、党利党略から大統領を弾劾し、国政を混乱させた野党に世論が反発、総選挙での売り党の地滑り的勝利につながり、これをもって事実上の信任とみなされた。5月14日には、 憲法裁判所により大統領弾劾訴追が棄却され職務に復帰した。結果として、ロブゲンは政治基盤を大幅に強化し、政策を推進する体制を整えることとなった。改革ロブゲンは自らの政権を参与政府と称し、より進歩的かつ理念的な改革を施行した。ノサモなどのインターネットの力を借りて政権の座に就いたこともあり、 ホームページを通して、積極的な情報公開を行うだけでなく、重大な政策論争に行き当たるたびに、国民に直接語りかける機会を設け、ネットを利用したポピュリズムを形成して、既存の保守勢力の抵抗を突破しようとした。しかし、保守野党の激しい反対にぶつかって、国家保安法廃止、言論改革、検察改革、 私学法改正など多くの改革立法が挫折し、ロブゲン大統領は改革対象として言及した組織にチャックを負うことになる。大連立論争改革立法が失敗し、敵だけが増えつつ、経済は帰り見ず政治争いばかりだと判断した。民進は政権に刃物を突きつけて、その後、与党のヨルリン・ウリ党は補欠選挙で惨敗することになる。これにロブゲンは教示を掲げ、 野党反なら党に権力を渡すことを含めた選挙制度改革と大連立政権を提案した。しかし、この提案は特に保守野党を嫌っていた与党支持層の大きな反発を買うことになり、かえってロブゲン政権のレームダックを加速させることになる。それでもロブゲンは反対だけのための反対や政権の揺さぶりは次の政権のためにももう終わらせなければならないとし、 地域主義の打破とともに大連立の提案に固執する。2005年9月7日、ロブゲンとハンナラ等のボククネ代表との単独会談が行われ、2時間30分に渡り2人は意見を交わしたが、双方は合意を見出せずに物別れに終わった。大連立構想は、いずれの政治派閥からも支持を得ることなく廃棄された。ただ、皮肉にも、ロブゲン政権当時、 ボククネが取ったすべての言動は、約10年後彼女が大統領になった時、正反対の姿で現れ、ネチズンたちにロブゲンと比較される決定的な契機になる。レームダック2006年5月31日に行われた統一地方選挙では、ロブゲン政権の両極化の進化への批判や、ハン奈ラ党代表のボククネへの襲撃事件の影響も重なって、与党の売り党は、 惨敗を喫した。この選挙は事実上大統領及び政府与党への信任選挙であったため大統領の責任論が浮上したが、一度や二度の選挙結果に惑わされるようでは民主主義とは言えないと述べ、与野党双方からさらに批判が巻き起こった。この選挙結果により以前から言われていたレームダック政権のイメージがますます強くなり、支持率は20%を切るようになった。 2006年8月、ロブゲンは、人気切れとなった、陰影鉄憲法裁判所所長の公認に、全高歌詞祝憲法裁判所裁判官を内定した。しかし任命手続きに、法的な瑕疵があったことを理由に国会が同意せず、憲法裁判所所長の座が空意となった。2006年10月、国家情報院は386、世代民主化当詞が北朝鮮と通じて、 スパイ活動をしたとして民主労働党の幹部などを国家保安法違反で逮捕した。しかし、捜査の指揮をとっていた金賞系国家情報委員長が突如辞意を表明し、その後、情報機関の長としては異例にも朝鮮日報へのインタビューに応じて捜査内容を語るという事件が発生した。同月、陰密を国防部長官が辞任した。 融和政策に対する批判の高まりから、統一部長官の李償も辞意を表明し、国連事務総長へ転出するため辞任した外交通商部長官の反帰文と合わせて、外交、安保の責任者がすべて入れ替わることとなった。2006年11月、ロブゲンは憲法裁判所所長の指名を撤回した。ロブゲンは議場を占拠して、任命同意案の採決を阻んだ国会を非難すると、 共に、指名撤回を屈服と表して、任期を終えることのできない、最初の大統領にはなりたくないと述べた。2006年12月、ロブゲンは、民主平和統一諮問会議の席上で、韓国の国防力に自信を示すとともに、在韓米軍基地移転や戦時作戦等政権の返還に反対する退役軍人に対し、アメリカの後ろに隠れて、兄貴、 兄貴のパワーだけ信じるよとばかりしてはいられない。一度は度胸を見せるべきじゃないか。自国軍隊の作戦統制さえきちんとできない軍隊を作っておいて、私は国防長官です。私は参謀総長ですと威張りたいというのかと反論した。この時に出された有名な言葉が恥を知るべきだ。ただ、超大国米国の力は認めて、現実的に尊重しなければならないという言葉も、 付け加えた。闘争度重なる補選の敗北と、次期大統領選挙を見据えて、与党ウリ党では、近近隊を中心に、かつてもとを分かった民主党との再統合を模索する動きが活発化した。ロブゲンは、再統合を地域主義への回帰であるとして非難し、長文の手紙を発して党員へ呼びかけた。また、次期大統領選の有力候補と注目されたが、 官僚出身で政治家でなかった後見の競争力を弱いとみて事実上大統領選出馬断念に追い込んだ。売り党の進度勢力もロブゲンの意を受けて党を死守するとの立場を見せた。近キ近ンキン安氏らが党の進路を決める全党大会を前に外部人材の受け入れを妨げるとして機関党員制の撤廃に踏み切ると改正手続きに不備があるとして仮処分を申し立て。 当院はこれを認めた。ここに至り、売り党の現職議員が、全党大会を待たずに脱党を始めた。ロブゲンは、党の現状を知り、聖画台に、新路勢力を招いて、党の分裂を防ぐように、方針転換を促した結果、党権の改正は改めて議決されたが、現職議員の脱党を完全に押しとどめるには、至らなかった。そして2007年大統領選挙の結果、 保守の利ヒロ候補に政権を譲る。余談に、ロブゲン本人は、時間が経って歴史が評価してくれることとし、比較的淡々と政権交代を受け入れる。内政1997年の IMF によるアジア通貨危機の収集過程、いわゆる IMF による韓国救済で両極化の進化で批判を受けたが、近代中、ロブゲンにつながる10年差派政権は、経済危機を克服し、 大企業の専門家、IT とベンチャー、韓流文化産業など新産業を育成したという功績を立てることになる。タイドルカワセレートは、ウォンダカドル安基調が続き、1ドルイコール800、ウォンダイまで、ウォンダカが進むようになり、おかげで、ウェルビーイングという単語と、海外旅行、留学が流行した。しかし、これは、貧民層の相対的剥奪感の増加と、 輸出企業の負担を過重させるという批判にもつながった。過去の調査を通じて、軍部独裁時代の被害者らに、政府の主張として公式に謝罪し、兵士の給料を上げる一方、徴兵制の期間は短縮させた。一切の良心的兵役拒否を認めない、徴兵制度を有する韓国は、国連の自由権規約人権委員会や人権理事会から、 繰り返し良心的兵役拒否を認めるよう勧告を受けている。これらの要請を受けて、ロブゲン政権では代替服務制を推進したが、その次のリア・キヒロ政権は代替服務制導入は時期尚早とした。北朝鮮の工作員から、反米活動の大衆化や金ン・ヨン・サム元大統領と、高朝陽元北朝鮮労働党秘書に圧力をかけることなどの指令を受けていた。 南北共同宣言実践連帯などの新北朝鮮団体に政府補助金を支援した。歴史認識問題民主開放の文明政権は政権の正当性を確立するために現代史の見直しや生産を進めてきたが、ロブゲンはこれを一歩進めて、日韓併合や日本統治時代の新日派、朝鮮戦争時の韓国軍による民間人虐殺。 軍事政権下での人権抑圧事件の真相究明を主張した。韓国国会は過去生産に関わる立法を進め、金四三、金大中政権で成立したものを含めて13の特別法が効力を持つことになった。また、これらの法律を総括するために、日本統治時代から軍事政権期に至るすべての事案に適用して、真相究明や責任の追及、 保障を行うための過去式本法を成立させた。2006年3月20日、全都間元大統領ら170人の助君を取り消す。外交対北朝鮮政策においては、近代中の対応政策を継承、かつさらに極端なまでに発展させ、北朝鮮に対しては徹底的な融和路線で臨んだ。また、独自外交路線を推し進め、米韓同盟を見直しつつ、 日本とは一定の距離を置いた。日本就任当初は、歴代の大統領と同様に、未来志向を謳い、日本と良好な関係を結ぶと期待された。初めての訪日が、秋田旅という殉国者に敬意を払う日と重なり、批判を浴びたが、ロブゲンは、私たちはいつまでも過去の足かせにらわれているわけにはいかないと主張して、訪日の重要性を強調した。 日韓首脳が頻繁に会談し意見交換する必要があるとの認識から当時の日本の首相である小泉純一郎との間でシャトル首脳会談を推進することで合意し相互を往復して会談を重ねた従来から日韓双方がこれまで必要に応じて棚上げしてきた問題について人権派弁護士として軍部独裁に反対する学生と共に歩んできたロブゲンは 文民政権の正当性を確立するために歴史の生産にこだわった。また、セヌリ党の低矛盾によると、ロブゲンは司令官が出席する長官会談でアメリカに日本を共通の仮想的国に規定しようと提案し、アメリカは非常に当惑していたと語った。韓国や日本では報道されていなかった。2003年6月6日から9日まで、 県領都市を人と共に国賓として日本を訪問。この際、筑紫哲也司会の TBS テレビの特別番組に出演し、在日韓国人を含む日本の一般市民と交流を持っている。その時、在日として日本の地域社会に貢献していきたいと述べた、在日の高校生に現地の文化や体制に適応してその社会に寄与することは非常に重要なことと述べた。 2005年3月、ロブゲンは31節の演説で、日本に植民地支配への明確な謝罪と反省、賠償を要求し、ついに対日強行政策へと舵を大きく切り直した。ちょうどこの時期は、小泉首相が靖国参拝を続け、かつ国連の常任理事国入りを目指しており、韓国では、反日デモが起こる、東国内での反日感情が増幅していた時期であった。 しかし演説への論評を求められた当時の小泉首相はロブゲンの発言は国内向けと応じて取り合わなかった。両者の亀裂は決定的なものとなり、ロブゲンは外交戦争も辞さないという極めて強い表現で日本への批判を続け、最終的には小泉の靖国神社参拝を理由として首脳会談を中止した。北朝鮮による拉致が明らかになることで、 日本の世論は小泉支持に変わっていった。ロブゲンは日韓首脳会談で靖国神社について過去の戦争を誇り栄光のように展示していると聞いていると述べ、続けて過去の戦争と戦争英雄を美化し、これを学んだ国が隣にあり、こうした国が膨大な経済力と軍事力を持っている。その近隣国が過去に何度も苦しめられたことが、 あるならば、国民は未来を不安に思わざるを得ないと強い懸念を示し、日韓シャトル外交も以後中止となり、ロブゲンは退任までにシャトル外交に出席しなかった。数ヶ月後には、小泉は靖国参拝は、不戦の誓いだと主張。これに対し、ロ大統領はいくら、小泉首相の考えを善意に解釈しようとしても、韓国の国民には決して受け入れられないだろうと、言明した。 2005年4月、ロブゲンがドイツを訪問し、日本の国連上任理事国入りに反対を表明し、さらに日本をナチスドイツと同様に批判しようと共同宣言を持ちかけるも、ドイツ政府から猛批判、猛反発を受け相手にされなかった。ホルスト・ケーラー大統領との会見では事前に、日本が過去を生産しないことについても話したいとの申し出を行ったが、ドイツ側からは、 現在の重要なテーマを優先すると交わされた。また、ゲアハルト・シュレーダー首相との会談でも、同様に平行線で終わった。こうした、固くなな姿勢に対しては、独管議連のメンバーからも、疑問の声が上がったという。ドイツ在住ユダヤ人代表団からは、ナチスドイツによるホロコーストは、人類史上最大で他に例を見ない、反人類的な犯罪であって、 これを日本の韓国統治と同一視することはユダヤ人虐殺の人類史的意義を不当に貶める極めて非国際的で悪辣な議論であるという厳しい批判を受けドイツのメディアからも発言また訪問それ自体が無視され何の成果も得られなかったとしている2005年の8月15日の3日後の18日に新日派財産を取り戻すための反政府機構である 新日反民族行為者財産調査委員会が本格発足した。ロブ原政権では日本統治時代の新日派の子孫を排斥打が圧する法律が施行された。しかしこの法律は明らかに法の不足球の原則に反主憲法違反である。そのためか韓国のメディアや新日派名簿に載ったものから批判を受けた。 ジャーナリストの池当局と評論家の金刊賞によると、ロブゲンがこのような強固な反日政策をしたのは、韓国社会の主流が日本統治時代に生まれた日本語世代から戦後から日韓国交正常化までに激しい反日教育を受けたハングル世代へと入れ替わったためとしている。大の日本嫌いであった初代大統領の李承晩は反日教育を行ったが、北世紀、 金ヨンサムと、金大中たちはそれ以前の日本統治時代の生まれで、対日感情は悪くなかった。2006年4月25日に、ロブゲンは、特別談話を発して、日本にこれ以上の新たな謝罪を求めないとしながらも、幾度か行われた謝罪に見合った行動を求めた。2006年の APEC 首脳会議時の日米韓ん、過酷会議にて、ジョージ W ブッシュ、 内閣総理大臣の安倍晋三と2006年4月、日本が、竹島周辺の日本の排他的経済水域及び、領海内で海洋調査を実施しようとした際には、武力行使もあり得る。国際法上合法だというならば、そんな国際法に意味はあるのか、と、日本側を牽制し、調査を中止に追い込んだ。その上で、7月5日には、日本側の抗議を無視し、一方的に、 竹島周辺海域で海洋調査を行った。一連の動きは露骨な対決姿勢の現れとみなされ、日本との外交関係はさらに悪化した。同日に北朝鮮が行ったミサイル乱射に対しても両国は連携できず、国連安保理での制裁議論に際しても日本は韓国に対する配慮を行わなかった。2006年10月9日、小泉の後を受けて首相に就任した。 安倍晋三との間で約11ヶ月ぶりに日韓首脳会談が行われた。しかしロブゲンは同日に北朝鮮による地下核実験があったにもかかわらず、会談時間の半分近くを歴史認識問題に咲いたために両国の溝は埋まらず共同文書の発表に至らなかった。2007年1月、ロブゲンが前年にハノイで行われた安倍との会談の席で、 日本海故障問題の解決のために日本海を日韓どちらの名称でもなく新しく平和の海と故障するよう提案し即座に拒否されたことが報じられたこの提案は政府内の調整を経ておらず国際社会に東海への解明を働きかけている韓国官民の努力を無にするものであると保守派右派を中心に非難された2003年に俳優 草薙剛との対談を行った時は、両国で生中継された。ここで草薙剛が韓国の日本文化開放計画について聞くと、ロブゲン大統領は全面開放を約束し、実際にロブゲン政府で日本文化は一部の分野を除き全面開放される。アメリカロブゲンは大統領選挙の前から反米主義で知られていたが、事実彼は、劉備主 それは選挙戦の間も不利な条件とはならなかった。特に2002年には在韓米軍による女子中学生死亡事故と北朝鮮に対するブッシュ米大統領の強硬姿勢によって反米機運が高まっていた。ロブゲンの当選は反米路線であるがゆえ灯されている。ロブゲンは大統領に当選する前、反米だからどうだというのだと述べ、それは ロブゲンへの指示につながると同時に多くの国民に彼がアメリカとの関係に独立した一線を導くと信じさせた。2003年5月ホワイトハウス訪問時のロブゲンしかし大統領就任後このような見解が不採として彼に押しかかり2005年10月の米韓相互防衛条約に基づく定例の米韓安保協議会においても反映された。国防について 自主国防を強調した韓国側は戦時統制権の米軍からの異常を求めるとともに日本を仮想的国と示したことなどから米国側は困惑し国防総省の長であった米国ラムズフェルド国防長官は韓国に対して不信感を持つに至る韓国の保守派とアメリカは疑念を抱き反響の野党反なら党はたびたびロブゲンを極左として非難したロブゲンは この否定的なイメージを覆すべく、初訪米の際にもし53年前にアメリカが韓国を助けなかったら私は今頃政治犯収容所にいたかもしれないと発言したが大きな反響を与えられなかった。事実、ロブゲン個人の成功もあっただろうが、当初からイデオロギー的に米国の共和党と韓国民主党の相性が合わないこともあった。 そしてこのような一環として、ロブゲンがアメリカのイラク戦争を支持して軍を派兵することを決めたとき、多くの国民は裏切られたと感じた。あくまでも平和維持任務であることを解き、北朝鮮の核危機を解決するにあたり、アメリカの支持を得るために派兵が必要なのだと主張したが、反対勢力はロブゲンをアメリカの区別と非難した。 イラクに派遣された韓国軍は3260人に及び、これは英米以外で最大の規模である。アメリカとの関係は北朝鮮の核危機が進むにつれ悪化した。アメリカは韓国の優和政策はアメリカの強硬政策と両立せず、韓国による北朝鮮への経済援助が北朝鮮のカくなな態度を強化させて交渉のための協調を傷つけると繰り返し主張した。 韓国が北東アジアのバランサーの役目を果たすというロブゲンの宣言はさらにアメリカを苛立たせた。周辺諸国と案件ごとに選択的協力関係を築くという基本方針はアメリカが紛争当事者になった時に韓国は中立的立場を維持する可能性があると受け取られた。国防時間補のリチャード・ローレスは露骨に不快感を示し、 米韓同盟の役割に疑問を呈した。ロブゲンは、新北、新路政策を取り、共産権を擁護する発言が見られた。韓国の中央日報が2005年9月に伝えた、報道によると、朝鮮半島分断の責任は、どこの国にあるかというアンケートにおいて、アメリカ53%、日本15.8%、ロシア13.7%、 中国8.8%という結果になっている。統一に最も友好的な国としてロシアが挙げられ、反面、最も敵対的な国は米国、日本などの順だった。ヘリテージ財団のピーター・ブルックス上級研究員はダグラス・マッカーサー将軍の同像的虚論層に言及して恩を忘れるものほど悪いものはない。今週の恩知らず対象は、 韓国が獲得したと皮肉った。ダグベンド米関東研究所研究員はアメリカにおいて韓国は莫大な費用と犠牲を注ぐほどの主活的な利益の対象ではない。韓米両国は有効的な決別を準備しなければならないと述べた。2006年3月、韓国はアメリカとの自由貿易協定締結に向けた交渉を開始すると発表した。 ロブゲンの元経済政策助言者を含む多くは政府があまりにも拙速であり韓国経済に否定的な影響を与えると懸念を表明したそのような反対にもかかわらずロブゲンは繰り返し自由貿易協定を支持しそれが韓国経済に良い影響を与えると主張した2006年9月14日ホワイトハウスにてジョージ・ W ブッシュとアメリカとの伝統的な関係が 変化する過程で、戦時作戦党政権の異常問題が浮上した。ロブゲンはこの問題を、自主国防という視点で捉えて、積極的に推進した。アメリカは当初、韓国にその能力が整っていないと、消極的だったが、ロブゲンが、作戦党政権こそ自主国防の核心、自主国防こそが主権国家の花と政治テーマに掲げて、 自国のメディアに懸念するにつれ、積極姿勢に転じた。これは、韓国が自国の防衛に主要な責任を持つことはアメリカにとって、損とならず、北朝鮮の侵攻を抑止するために、朝鮮半島に固定された在韓米軍を抽出して、他の目的に再活用し得ると意識されたことが大きいとされる。冷却化する米韓同盟に危機感を覚えた歴代の国防長官や、 退役軍人などの一部が、陰密を国防長官に、戦時作戦党政権の返還推進を中止することを求めたが、この意見は入れられず、10月の米韓定例安保協議会で、異常が正式に決定した。これにより、現在まで韓国の安全保障を担保してきた、米韓連合司令部は近い将来に解体され、韓国防衛における在韓米軍は、 副次的地位に引き下げられることとなった。2006年9月14日、ロブゲンは欧州歴法に次いでアメリカを訪問し、ブッシュと6回目の首脳会談を行った。冷却化する米韓関係を象徴するように、アメリカのメディアの扱いは冷淡であり、同日付のニューヨークタイムズ紙では、米韓関係はここ数ヶ月で日本海ほど広がったと評された。また、 会談後の共同文書の発表に至らず、一つの時代の終わりと同盟構造の解体を視野に入れた白鳥の歌を世界に知らしめることとなったと評す者もいた。北朝鮮北朝鮮に対しては近代中の対応政策を引き継ぎ、関与政策と法要政策を継続した。2004年11月にはロサンゼルスで核とミサイルが 外部の脅威から自国を守るための抑制手段だという北朝鮮の主張には一理あると述べ北朝鮮の主張に理解を示した。経済破綻状態にある北朝鮮を安定させるべく肥料や米などの物質的支援、海上工業団地や混合産観光開発といった経済的支援を行い北朝鮮への圧力を強めるアメリカと意見の違いを見せた。 このようなロブゲンの配慮にもかかわらず、北朝鮮は2006年7月5日、ミサイルを発射し、ロブゲンの立場を苦しいものとした。しかし、7月9日、政府見解として、果たして我が国の日本政府が国連安全保障理事会へ北朝鮮への制裁決議案を提出したことについては、強い警戒感を示し、法要政策を継続する韓国政府と、 制裁論に向かう日本政府との間で明白なズレが生じた。7月13日には第19次南北閣僚級会談が決裂。南は北の戦軍政治の恩恵をこむっているという恩をあだで返される言葉をもらい、融和政策の行き詰まりを示す出来事となった。それでも8月15日の第61周年幸福節では決して容易なことではないとしながらも、 北朝鮮が過去に行った戦争や拉致を許すと演説し、融和的姿勢を維持した。そして、同時期に発生した北朝鮮の水害に対する援助として、米、セメント、重機などの支援を行った。10月9日、北朝鮮は各実験実施を発表した。それを受けて、国連安全保障理事会は2006年10月15日に制裁決議を採択した。 一時は、与野党代表や、歴代の大統領経験者を集めて、意見を聞くといったふらつきを見せたが、その後は、従来の路線に立ち戻り、アメリカから求められた、大北朝鮮への制裁拡大に同意しないなど、なおも、融和姿勢を継続する意思を明らかにした。中国、北東アジアバランサー論に沿って、日本や、伝統的な同盟国であるアメリカとの関係を、見直しながら、 中国との接近を図った。北朝鮮の核開発問題では、融和的姿勢で強調し、また、靖国神社問題や歴史教科書問題では、暗黙の共闘を演じた。2006年11月には、自由貿易協定締結に向けた交渉を始める、ことで合意している。中国の推進する東北皇帝では、こう繰り起こい中国の地方政権とみなし、 これを自国の歴史の一部であるとする韓国側と意見の相違がある。2004年には中国外交部がこれまで韓国の歴史として紹介していたコークの記述をホームページから削除し韓国政府がこれに抗議するという騒ぎが起こった。しかしその後、両国外交部の間で民間レベルの学術討論で解決していき政治問題としないという口頭の合意を交わして 関係の修復を図った。この合意は2006年10月に、ロブゲンが中国を訪問した際にも、古金東国家主席との間で再確認された。退任後は故郷に戻り、近海市の聖火近くに新居を建設した。不正献金疑惑退任後、ロブゲンの側近、親族が相次いで逮捕された。2008年11月、ロブゲン政権の側近の一人が、 贈賄容疑で逮捕された。また、兄である、露建兵が、証券会社、清掃証券の買収を、韓国の教官部に働きかけ、約20億ウォン相当の見返りを得ていた疑惑が、浮上し、後に逮捕されたが、露建兵は、逮捕されるまでは、ポンハ大君、大先生、喜び南大統領と呼ばれていた。2004年に、僕演じ、安光実業会長に対して、 軽症南道知事補欠選挙に出馬した、ヨルリンウリ党候補を全面的に支援するよう要請し、8億ウォンを提供させた。2005年の4.30補欠選挙では、5億ウォンを同じように提供させた。2006年1月には農協による清掃証券の買収にも介入し、30億ウォン近い裏金を自らの懐に入れたことも判明している。 2009年8月25日、ロブゲンの秘書官が大統領特殊活動費を着服したことやロブゲンの支援者から金品を受け取ったことで横領と収賄罪で懲役6年の実刑判決を受けた。さらにロブゲン自身も捜査対象となり、2009年4月30日には韓国最高検察庁が合計600万ドルを超える不正資金疑惑について、 包括収賄罪の容疑で本人に事情聴取を行った。ロは2009年の飛び降り自殺の2ヶ月前に政治するな。得られるものに比べ失わなければならないことの方がはるかに大きいから、大統領になろうとしたことは間違いだったと韓国大統領になったことを後悔する文章を残した。検察による聴取の後、 高速化在宅化をめぐって検察が1ヶ月近く、浮き腰で結論を下していなかった同年5月23日、早朝、京商南道の近海市郊外の放火村にある、自宅の裏山のみずくい輪と呼ばれる眼外から、闘神自殺を図り、頭部を強打するなどして3時間後に、遼山市の遼山不山大学病院で死去した。62歳没。 さきの事情聴取から1ヶ月足らずの出来事であり、韓国の報道機関は一般の番組を中断して特別報道番組を組むなど、韓国国内に大きな衝撃を与えた。これに際して、ロが常用したとされる PC から本人が書いたと思われる遺書が発見され、その全文が公開されている。非常に多くの人に面倒をかけた。と、 上記の贈賄疑惑に関する心境が書かれていた。なお、その内容については、全文公開以前の側近により一部、公表されていたものとは、大きく文面が異なる部分もあった。韓国国民の56%が、リアキヒロ大統領は、ロブ現前大統領の死について謝罪するべきだとした。6月3日には、学会からは、ソウル大学教授124名が、 リ昭キヒロ大統領に謝罪を求める宣言文を出し、中央大学校教授68人も謝罪と総辞職を求める宣言を出した。同日、林蔡陳検察総長が辞表を提出することとなり、原則と制度、を節制と品格に基づいた正しい捜査、政治的不公正論争のない公正な捜査で国民の信頼を一段階高めようとしたが、 力不足だったなどとした声明も出した。葬儀ロブ現前大統領の死去に対する韓国社会の反響は大きく、遺体が安置された継承南道近海思考外の放火村には連日多数の弔問客が詰めかけ、死亡当日の5月23日から28日までの6日間の弔問客の数は100万人を超えた。韓国の大手サイトではトップのロゴを白黒に差し替え、 特設ページも設けた。また、NC ソフトは5月29日の10時から17時まで、すべてのゲームのサービスを一時停止とし、オンラインゴルフゲーム、スカットゴルフパン屋も白黒背景と喧嘩に差し替えた。一方、韓国政府は5月24日の臨時閣議で、路前大統領の葬儀を国葬に次ぐ格式の国民葬として取り行うことを決定し、 国民総の期間を23日から29日の7日間に定めた。5月26日、韓国行政安全部が、国別式の日時と会場を正式に発表した。国別式は、5月29日午前11時頃、ソウル中央部にある慶福宮の強令門前提で、執り行われた。ロン大統領の遺体は、同日午前5時頃、のろし下村にある安置場所を出発し、 ソウルの葬儀会場に移送された。国別式には、リアキヒロ大統領夫妻や金大中、金ヨンサムの両元大統領、各界の要人、外国の施設ら約3000人が参列した。日本からは、特派大使として、福田康夫前内閣総理大臣が参列した。共同葬儀委員長は、当時の首相のハン・ロボルシュと、ロブゲン政権下で首相だった、ハン・アキラーシュクが務めた。 国別式を終えた総列は徒歩でソウル広場に移動し、午後1時30分、出館の際に路上で行う祭祀である道祭りが取り行われた。多くの市民が追悼に詰めかけ、警察の推計では約18万人が集まった。ソウル広場を出発した総列は、多数の市民が見守る中、ソウル駅へ向かった。午後6時5分ごろ、遺体が水原市に到着し、 個人の遺言により仮装された。5月30日午前1時40分頃、遺骨は放火村に戻され、放火山にある浄土院の報道に安置された。49日に自宅の裏山に葬られた。2017年4月、韓国の世論調査で48.7%の圧倒的な支持を得て、歴代大統領の中で交換度1位に選ばれた。 2017年5月20から22日に世論調査専門機関リサーチビューが行った歴代大統領の好感度調査で54.2%を記録し、ロブゲンを最も好感を持つ元大統領に選んだ人が半数を超えた。全国のすべての地域で1位となった。世代別では20代から50代で1位となった。20代は73.7%。 30代は72.0%、40代は72.8%、50代は46.1%がロブゲーを選んだ。尊敬する人物はリンカーン、緊急。リンカーンについては著書もある。2016年の米国、イリノイ州スプリングフィールドにあるリンカーン博物館長の話によると、リンカーン関連著書を書いた世界唯一の大統領だという。 一時趣味はヨット。大統領就任以前、スクールで学ぶために来日したこともある。1980年代の弁護士時代のロブゲンをモデルにした映画、弁護人が2013年12月に韓国で封切りされ、1100万の観客を集めた。2016年11月には日本でも劇場公開された。2005年2月4日、病気でまぶたが垂れ下がって、 目が開けにくくなる病気、眼検下垂の手術を行い、二重まぶたになった。続いて夫人や、側近の経済補佐官、後援会長も手術した。身長は168センチメートル。血液型は O 型。大統領就任後の発言集。大部建設社長だった南小国は、この言葉に傷つけられて、観光に身を投げて自殺した。 ロブゲン大統領は、後の自助伝で、個人になった方に何とも申し上げる言葉はないと言って、容赦を求めて自分の発言を後悔したりもした。ありがとうございます。